みんなに適用されるはずのルールが適用されないものがいる。戦争が終わってしまえば英雄は危険な存在だ。だから殺害する。短絡的だけど効果的。結局軍にとって都合がいいのは死んだ英雄だけなんだ。アレックス、問題だ。マティアス・トーレス艦長を止められる可能性は？艦長と三本線どちらをシンギュラリティとするかによる。二人ともだ。シンギュラリティが二つある空間では何が起こる？今のリソースでは計算に約7ヶ月。遠く離れた彼らにかけるしかないか。デイビッド、逃げるべき。いや、この場所でやることがある。エルジア軍がアリコーンのスペックをやっと一部よこしました。この辺の基本性能は予想通りでした。興味深いのはこれ。これ敵は主砲以外に128口径 600mm レールキャノンを装備しています。砲身は70メートルを超えます。そして射程約3000キロ。アンカーヘッド港への砲撃から計算した数値と一致します。彼らが入手したと思われるミニニュークですが、核出力1キロトン。弾着点より半径400メートル以内の敵を破壊できます。直接の犠牲者は数万人。俺は口にすべきこととそうでないことをわきまえてる人間だ。だがあえて言うぜ、思ったより被害が少ないな。さすが。この演説を覚えていますか？我が艦はこの周回な戦争をエレガントかつ最終的に終わらせる能力を持っている。この先我々が奪う命の数に世界は驚愕するだろう。そして自ら武器を置くだろう。1000万人を殺すはずだった武器を。この言葉のイメージと想定される被害との間にはギャップがあります。さてと、ここで問題だ。残念ですがクイズはお休みです。敵は9月19日に核を撃ち込みます。なぜわかる？その日が大陸戦争の終戦記念日だからです。現在オーレットでは反戦デモと戦勝デモの両方が盛り上がってます。参加者は100万人規模。記念日当日はもっと増えます。ただしこの核砲弾は威力が小さい。彼らが望む結果を得るには針の穴に糸を通さなきゃいけない。終末誘導が必要だ。それGPS も使えないのにどうやるつもりなのか。うだうだ考えてる場合か。潜水艦さえ沈めちまえば問題ね。短絡的ですが効果的です。短絡だと。では今度はこれを。アリコンの予想進路です。アンカーヘッド沖合を出発し、9月19日までにウォーレットを射程に入れなくてはならない。オーシアとその同盟国の音響監視システム並びに艦船による探知を避ける。かつ最大先行進度を踏まえる。ルートはこれしかない。アリコーンはアザレア海山列に沿って進み、 BX80443 という味気ない名前の海域に到達します。この海域は海底山脈と周辺の島嶼のために水深が浅い。釣り糸を垂らすならここだ。到達日時もおおむね分かる。よく割り出せたな。ええ、でもこの海域を抜けられるとピアニー海溝です。彼らは最大潜航深度600メートルまで潜る。追跡はできません。よし、作戦内容を説明する。よく聞け。俺たちの任務は哨戒機と協力してアリコーンを発見することだ。まず第一段階、複数の哨戒機がその部位をばらまき、その部位バリアを形成する。第二段階、そこから得た情報を解析しアリコーンがいる可能性のある場所を絞る。解析結果はデータリンクされ、レーダー情報に重ねて表示される。最終段階はトリガー。お前に潜水艦を探してもらう。特殊な MAD 磁気探知機が1機だけ用意できた。これをトリガーの機体に搭載する。アリコーンがいる可能性のある領域を飛び回る。真下に潜水艦がいれば MAD が見つけてくれる。それとレーダーには海図も表示するから活用しろ。アリコーンを発見できたら味方艦隊がアスロックを一斉発射、撃沈だ。外した場合は？作戦に参加する艦隊は4隻です。2発目にかける余力はありません。メンバーはどうする、ワイズマン？今回は俺以外全機出撃だ。わお。
分かったらさっさとその重いケツを椅子から引っぺがせ。ストライダー隊、速やかに出撃せよ。さて、宝探しだ、トリガー。ワクワクしてきたぜ。おい、ふざけてんじゃねえ。カッカするな、風車。俺たちがしくじれば何が起こるか、それはちゃんと分かってる。こちら哨戒機スペクター1、我々がそのウィバリアを展開する。被害は覚悟してる。だからこんなに哨戒機がいるんだ。計算では一機でも残れば敵戦の位置を解析できる。そういう計算は好きじゃねえ。お前もそうだろ、トリガー。私もだ、他の奴らもだ。やはり来たぞ。複数の敵機を探知。これはアリコーンの艦載機だ。トリガー、お前が先頭だ。哨戒機を守れ。全機トリガーに続け。ミルコ。了解した。了解。ラジャ。了解した。ミサイル命中せず。
ダーに新たな敵機を確認した。俺たちを襲うまで着艦できないってわけか。奴ら死ぬ気で向かってくるぞ。敵の録音を外す。ブレイクする。
しでもいい。落とせばトリガーが楽になる。ストライダー、サイクロプス、残り時間が少ない。心配すんな、トリガーが間に合わせる。トリガーに援護されっぱなしなのに、クソ、めたまねえ。急げトリガー、頼むぞ。しかし見つかるか、かなり難しいぜ。やるしかねえ。こっちへ来い、相手してやる。巨大な鉄の塊だ、必ず反応する。よく探せ。あとは時間との戦いだ。間に合わせるぞ。よし、釣り上げた。 MAD に反応あり。いいぞ。ストライダー1が潜水艦アリコンを発見した。やったー、とびのあった甲斐があったね。まだ終わっちゃいねえ、とどめを頼むぞ。目標の座標を押すと、目標座標再入力。垂直発射型圧力、攻撃準備始め。 VLA 攻撃用意、射線方向クリア。用意用意、現代発射しろ。撃て。ミサイルアウェイ。対戦ミサイル前段の発射を完了。どうすんだ、その返事で撃ち抜くわけにはいかねえんだぞ。敵潜水艦先行。
標命中。敵潜水艦の外殻が大きく破損している。あれでは潜航は難しいだろう。よし、やったぞ。100万の犠牲で1000万を
多量の浮遊物を侵入。生存者はいないだろう、ワイズマン。了解。敵潜水艦を撃沈した。作戦終了を宣言する。信じられねえ戦いだった。何もかもな、信じられねえ。ああ、まあな。ある者は関わる人を破滅に追いやります。例えばマティアス・ソーレス艦長、彼は悪魔です。一方、ある者はみんなを導きます。自ら戦闘に立ち道を照らす。その背を追う者は思うのです。あの人についていけば大丈夫。クイズのように答えが一つとは限らない時代です。明かりを掲げて導く者が英雄として求められています。詩人だな。息子に聞かせたい話だ。ベンキ、そしてデイビッド、作戦は終了だ。帰還せよ、帰って休め。やれやれ、これでやっと食べられる。すまんが、そこのハンバーガー、あとナイフとフォークを取ってくれ。俺も早く戻って飯が食いて。作戦成功を宣言する。今度こそ喜んでいいんだな。ああ、よくやった。次のミッションは32時間後だ。こいつは息子には聞かせたくないな。勘弁してくれ。大丈夫だ、アレックス。2時間おきのモーニングコールはもう必要ない。デイビッド、サマリーだけでいい。レポートをなる早でくれ。大統領にお渡しする。おかげでこっちは80時間寝られなかった。78時間52分。オッケー。さあ、あとは結論だ。三本線がシンギュラリティだとして、彼を排除しなくても良い理由は？三本線が参加した全作戦で実際に観察されたことがある。調査対象の行動を模倣するまたは追尾行動をする従属対象の生産率は高まる。もう少し官能的に。トリガーについていけば生き残れる。彼はみんなを導く。本当に？君にしては論理的じゃない結論だ。へへへ今の君の笑い声なの？